今日のお題はタロイモだよ。タロイモ、初めて聞いたものだね。一体どういうものなの？それじゃあ説明していくね。タロイモは熱帯アジアやオセアニアなどで栽培され食用とされている里芋科の芋の総称を表す言葉だよ。ある特定の野菜のことを指すのではなく、その地域で広く食されているもののことで、日本でもよく食べられる里芋や随気を食べる蓮芋なんかもタロイモに含まれているよ。名前の由来は里芋科を英語でタロということからだね。ただ日本でタロイモという名前を使う際は基本的に南方系の里芋科を指していることが多いんだ。確かに日本のスーパーで里芋がタロイモって名前で売ってるのは見たことないもんね。ちなみにハワイではカロと呼ばれていて、豚肉をカロの若葉で包んで蒸し焼きにしたラウラウという料理があったりするんだ。葉も有効活用されているんだね。あなたに少しの雑学を。アリミリ雑学でした。